あとあれだね、宮崎の打ち上げ、それやばい。あれどうだった？見た？見たけどもう全然もう全然流せない。もう DVD じゃ収録できないやばさ。本当にダメだね。全員ほぼ全裸でカラオケボックスの石使われ切って、全員ほぼ全裸で飲みまくってブルーハーツとか歌いまくって。マッチバト。150cmくらいじゃないですか。働いてるか、送り迎えしてるか、クラシックの人たち。あとまえちゃんね、まえちゃんにいろいろ案内してる。まえちゃんの、あ、なんだっけ、まるまん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 の自撮りはくっそうまかったね。宮崎自撮りのもう最高の。ツアー中で何が一番うまかった？宮崎の自撮りもうまかったし、うどん、まず俺はうどん、うどんは行くところ行くところで全部食べてる。あと一番うまいの俺決めるわ。どこだ？考えてください。今回は俺丸まんかもしれないな。一番まえちゃんの何がうまかった？まえちゃんのやっぱあのね、まえちゃんのやばかったな。待てばいいんで、分かった。分かりました。すみません。キーン。まえちゃんが本当にやばかったね。まえちゃんの中あとね、IMG とね、長山の謎の漫才みたいな。謎のあの師弟関係が生まれて。あれ漫才撮ってた？撮ってた。謎のなんか、ボクシングみたいなね、シャドーボクシングを IMG が長山くんにやらせてたらね、仲良くなってきちゃって。で、なんかそのノリでなんか IMG が師匠になっちゃって。そのね、指定関係が指定関係で、お前違うとか言ってなんかお笑いにまで言及し始めて、長山になんかお笑いをやらせるみたいな。こうやんねんっつって、クソつまんなくて全部つまんなさすぎて笑うみたいな。ぜひ見てもらいたい。バワン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 。もう一回や。あ、だよ。どうもすいませんでした。俺一回ここ来たら聞いてみたかったやことがあるんだけど、東国原マジでファックだって思ってるやつ実はどんぐらいいんの？いないんだ。
マッドリスペクトだ。どっち？リスペクト。じゃあいい人だって思ってる人どんぐらいいるの？あ、ごめんね。マジでファックだって思ってるやつどんぐらいいるの？あれ結構多いね。じゃあちなみにファックだって思ってる原因は何なの？超端的に。ああ、それでもうやめちゃってね。そっか、確かにね。あと3期ぐらいやんないとそんなね、地方4年じゃ変わんないよね。よく頑張ったとは思うけどってことだよね。違うかな。で俺たちがもうやるしかないよね。結局ね、やっぱね、俺もね、思うけど、もし俺がじゃあ、あんたなりなさいってなったらね、俺一生懸命やってもね、落ち着かなくても、なんでかって言ったらね、やっぱ年取った人たちがもう邪魔なんだよね。もう凝り固まった人たちがね、新しいフレッシュなアイデアいくら出してもね、突っ返しちゃうからね、世の中でね、良くなんないし、もうチンコ立たないようなおじいさんたちが、やっぱり利権っていうのをね、独り占めしちゃうから、ね、せっかくね、商店街だってあんだけ空き家があんのにさ、その空き家貸さないんだもん、ただで。ただで 貸してさ、若者、その敷金、礼金なしでいいからお前らやってさ、街盛り上げようって言ったらさ、入るでしょ、みんな。考えるよね、身の振り方。工場勤務じゃなくてさ。思い出しまったらもうしまいと、浸って食いたくなるのが。I just a just a kid, bye, come on. I just a just a kid, bye, come on.また来るから SR ボックスはマジで俺に進めておいてください。絶対来るんで呼んでください。いやいや、中山くんありがとう。いやいや、今から遊ぼうぜ宮崎のピーポー。いやいや、ハーバーナイスデー、ありがとう、ピース。空は晴れても心は曇り、悲しいことまでいいんじゃない。人生はただ純粋に落ちないやんない。どうより実際は高かない。日々の暴れた先に忘れる価値を出す。何か続けることが難しい。され続けるままにな。全て電源落ちた時は、あー、電源落ちた。いいと思う。夜に歌えば Have a nice night。 ありがとう、ピース。